ブルーグリフィンはウェブオーサリングツールの一つ。ウィジ z y w i g 方式でのウェブページの編集が行える。フリーソフトウェアであり、無料で配布されている。ブルーグリフィンは、結構をベースに、HTML5 や CSS3 などの最新のウェブ標準技術に対応した Web オーサリングツールである。月光ベースのウェブオーサリングツールとして、文字らコンポーザー及び、その派生版であるんで、コンザーがあるが、 ブルーグリフィンはそこからさらに派生したソフトウェアである。ブルーグリフィンが開発されるまでの経緯については、ブルーグリフィンの公式サイトにあるダニエル・グラズマンのメッセージや、んベコンザーの項を参照のこと。2008年10月13日にリリースされた Windows 用のマイナーバージョンでは、ザルラナー1.9、1ビット1プレもバンドルされている。2011年5月11日に、 初の正式版となる1.0が公開された。設定で日本語表示に切り替えることもできる。この項はマイナーバージョンのみリリースされている段階で確認されている機能あるいは実装する予定のものである。登録されたテンプレートを管理、使用するための機能である。ありがとうございます。